皇后さまがおよそ一週間ぶりに公務に臨まれました。咳や発熱などの風邪の症状は続いているということです。天皇皇后両陛下は昨日午後保健衛生の分野で貢献した団体や個人に贈られる第70回保健文化賞の受賞者と面会されました。天皇陛下はさまざまな困難を乗り越え それぞれの分野や地域において保健衛生の向上に努めてこられたことを深く感謝しますと述べられました皇后さまは2日に喉の,の痛みを訴え、その後微熱など風邪の症状が出たため、3日から公務を取りやめられていました現在も風邪の症状は続いていて、宮内庁は今後も体調を見ながら公務への出席などを判断するとしています